皆さんこんにちは、浜松29期の佐藤孝也です。今回地震や津波の被害に遭われた皆さん、ご家族、友人の皆様、心よりお見舞い申し上げます。幸い僕自身や周りの人には何も被害はなかったのですが、皆様のことをニュースなどで見ていますと、とても心が痛くなります。人間は微力であっても無力ではありません。どこで聞いたかは忘れましたが、この言葉を聞いたとき、僕たちだからこそ今何かできることがあるのではないかと思います。僕も一人のオートレーサーとして皆さんを勇気づけられるような走り、レースができるように頑張ります。皆さんも希望を持って頑張りましょう。オートレースファンの皆さん、この動画をご覧の皆さん、日本全国のみんなで被災地の方々を応援しましょう。